ケボックン、ユナイテッド、ラトグリーフ買収によりフロントが一掃されるらしいですね。再びプレミアのカウントになってほしいです。でもあの株式25%だからさ、一掃とか普通ないんよね。ごめんな、ね、この俺が持ってる情報がもう古いかもしれないけど。25%って拒否権とかそんなんだよね。計、基本ね、51%持ってて、みたいな、関水所持ってて、ね、オーナーで、みたいなことだよね。25%だと、なんかしますってそのね、言った時にノーって言えるみたいなやつですよね。 その辺がね、まあ25、25%株買う上でなんか取り決めとかあったかもしれないけどね。スポーツ関係は全てラトグリフに権限が渡るらしい。へえ、この人はなんか有名な、僕ラトグリフはあんま知らないですけど、どういう人なんでしょうね。イギリス随一の富豪なんだ。へえ、日本で言うと、ユニクロの柳井さんがビッセル買ったみたいな感じが。さっきのね、ユナイテッドのね、ラトグリフ卿という大金持ちが買収して、株式25%買ってサッカー部門を全部、 まあその人に任せるみたいな。ただ、風見ろの5年契約、長すぎに難色示してて、みたいな。でもね、その、ベテランに長い年数ダメだろうっていうのだけで判断する人だったら危ないなって思いますよね。結局なんかその、違う人に変わっただけで実際はサッカー知ってない人が来てるだけじゃないかみたいなね。 なんかこんだけさ、年取ってても活躍する選手が増えてきてさ、あのメディカル的なところとかさ、フィジカルとかコンディションのケアとかさ、食事とかさ、いろいろさ、そのメソッド進化してきて今の時代適応してる選手がいっぱいいるのにさ、まだ30だともう厳しいみたいな理論の人さ、人によるからな、その一緒くたに30だと厳しい理論みたいな、そのゲームやりすぎだろっていう、その、キャリもやりすぎって思いますけどね。だからもうちょっと見てみないとちょっとわかんないですけどね。 そそう、うジルーもそうだしね。イブラもユナイテッドでもうあれだって言われて向こうアメリカ行って戻ってきてねよかったしチアゴシーボンも長谷部もねそうだからその辺りがねどう考えてそういう発言になってんのかとかね結局ファーガソンっていうね人間で作ってたルールをね人間だけに頼るっていうよりその現代版ファーガソンみたいな人が必要ですからねそう伊藤純也も30歳です。 ハーガソン結構ベテラン重宝してました。あとあれですよ、もうやっぱり今のユナ、あのリバプールのさ、エンドもそうだけど、やっぱり頑張る選手が重要なんですよ。本当にあの精神論じゃなく、本当、あのチームに命捧げられる選手が重要で、でそういう選手にヒエラルキーの上位を与えることによって、そういうね、組織体系というか、うん、組織のキャラクターになってきますからね。ハーガソンも戦術か、あのね、戦術がないわけじゃないんだけど、 その当時の戦術と今の戦術って解像度が違うじゃないですか。で、ユナイテッドの場合は4-4-2でみんなで頑張るってサッカーで、今ほどね、まあ今もチームによってだけど、こう一人一人のね、守備の役割とか細かくないんですよ。攻撃の時の配置とか。ただ一人一人の運動量とか強度がすごい高かったんだよ。ユナイテッド強い時は。頑張る奴がピッチに立つチームだったからさ。ギグスもベッカムもさ、ボルズ、ロイキーン、ルーニーとかさ、みんな走るじゃん。走って同じ方向を見て戦うから、 悪いスターメンタリティーがちょっとでも出てきたと思ったら、そう、干したり売るから、メッカムでも特別扱いしませんよっていう、カントナでもロイキンジも誰も特別扱いしませんよ、ボスはファーガソンですっていう、そのファーガソンはユナイテッドに身を捧げられるかどうか、そこで決めますっていう組織だから、だからそれだけじゃ勝てないところも、まあ、あって、そういうのがね、やっぱ強い時の、それプラス知性みたいなところと、まあ、一人一人のこの技術みたいな、ボール持ったところだったり、切り替えの守備だったりっていうところで、 バルセロナ持ってたんだけど、ただそれでもね、チャンピオンズリーグ決勝まで行ってるわけだからね。そう、この力がある人が頑張るチーム。その基準で評価されたカガは本当に誇らしいで。あの、強度は保った上で、やっぱバルセロナがやってきた間に人を立てながらパスワークするっていうサッカー。それにカガ信じってベストじゃん。ドルトムントの強度で守備できて、あの、密集のところでテクニック見せられるっていう。カガさんあの、癖の強いメンツしっかり言うこと聞かせてたことがすごい。うん。全県監督でしたからね。 そうまあ、前兼監督のおかげでできたって意味じゃないですよ。癖の強いメンツ集めても、最初っから、もうボスは俺だっていう形でやれたっては大きいと思いますね。ねリサマル戻ってきたしいね。これでね、ラドグリフが、もう勝ったの株は。これで冬にね、センターバック補強したらさすがですけどね。ユナイテッド欲しいのは新しいフォワードじゃなくてセンターバックですかね。だってこれを、プレミアで最もパスを受けてないストライカーはっていうやつで、ホイルンドよ、1位。ホイルンドは14試合、え約、ー、945分も出場しているが、チームメイトからのパスは150本未満。 最もパスをもらってるフォワードの孫憤民の半分以下の数字だって。だってね、今のユナイティのサッカー雑に言うとね、上手くない選手でトってナむのをね、サッカーやらせてますからね。しかも気持ちが繋がってないっていう。地獄ですね、そう考えるとその言語化するほど地獄になってくる。そういうんだ。だって前にさ、綺麗にボール行かないからね、で、配置整えられる点グじゃないから気持ち盛り上げなきゃいけないけど、そこの選手起用とかそこにね、なんか、枷がついてるか、 まあ、あと、あの、天白に与えられてる権利的にね、選手をマネジメントするのが難しい状況になってそうだからね。ユナイテッドは他のチームだと補強の時に補強終わった時に次の補強を考えるみたいな,なのですが、ユナイテッドの場合、考えるのが3ヶ月しかなかったみたいで、リストアップ、もう第2候補とかあまりなく仕方ないから補強するみたいなのが今まであったみたいです。うーん、そうでしょうねっていうと、なんかその、情報をくれた人に失礼になったらあれだけど、なんか、 ちゃんと考えてなさそうだなって思う状況多いっすよね。ユナイテッドが今後どのように変化していくのか教えてください。これ当てたとしても俺占い師だよ、これ。見てみないとわかんない。ユナイテッドは金を出す、金を出せる出せないじゃなくて金をどう使うかの話だから。もいつも言う、プロスポーツはいかにいっぱいお金を集めていかにうまく使うかだから。九州ユナイテッドはうまく使えないから。だからもうユナイテッドの問題は、天博ダメだ。でも何がダメか検証されてないから、結果、 ポッターだ、ロペ的だって、いや、また目線バラバラの、新しい人連れてきたら OK みたいな、ほんと監督ガチャやるだけなんですよ。実際に重要なのは戦略的成長させられる人間を、ちゃんと権利が、権力があるポジションに置くこと。だって、サッカーやるのって選手だし、チームがまとまるかどうかって、内側のサポートめっちゃ重要なんですよ。だって、例えば、 うちのチームでも今まとまってるって結構言える状況だと思うんだけど、やっぱり、まあ、レンダとか、ね、だらだら、ショーターとか、カワーとか、まあそういう中心の選手たちがさ、フォワザチームのとこ姿勢を見せてくれて、そうじゃない選手のことを叱ってって内側でやってくれるんだよ。でも、ユナイテッドってさ、もう、マティッチが暴露したね、遅刻の募金だけで2000万になったみたいなさ、そういう状況だから、で、それってなんでかっていうと、監督が絶対的なパワーを持てないじゃん、現場で。 もう、モーリーニョとか、あの、こうか。もう、ファーガソンはやれてたけど、ファーガソン以降できてないです。選手の方が偉くなっちゃってるから。一部のね。ちゃんとスポーツディレクターとか、サッカー分かる人、そのチームビルディングを知ってる人。すごい選手を取ってくるとかだけじゃないんだよ。その選手たちを、ちゃんと一個の目標に向かって、チームとして機能させなきゃいけなくて、それができないやつを弾くってことをしなきゃいけない。教育して、変われないやつを弾くって。基本変われないんだけど、人間って。で、それをさ、アルテタはやったじゃん。で、クロップもやったじゃん。ペップもやったじゃん。ユナイテッド誰もやれてない。やろうとした人が切られて で、それが、まあ僕は見てる限り、ユナイテッドだと、モウリーニョとか、今の天白はやろうとしてるんだと思いますで。今の天白は、ユナイテッドの体質が変わって、そのスポーツディレクターとか、CEO がちゃんとした人が来て、それで、あ、ちょっと天白のサッカーはビルドアップしようとしてるけど、この選手たちでやらせるのは違うし、ビルドアップするにしても、あれ、ポジショナルプレイじゃなくて、ノリショナルプレイだから。 ペップとかアルテタ型じゃなくて、ポステゴグルー型なのよ。本当選手の気持ちを上げて、それによって、もう位置的な優位は取れてないんだけど、質的な優位でガンガン行くっていう。ただポジショナルプレイって3つの優位で位置的、質的、数的みたいに言うんだけど、ポジショナルってポジションでのプレイの話だから、位置的だけでよくて。そうそう。質の優位で行くのはノリショナルだから。で、そのノリショナルやらせるのは違くねえかっていう、ちゃんと配置整えなきゃいけないんじゃないかっていう、 哲学の人が上に来てさ、それで、天白解任するのはわかるけど、天白が今苦しんでる状況っていうのは、チームのそのマネジメント面だから。でももうわがままな選手全部切るよっていうので、しっかり示すとか。で、それをやれてるチームだったらね、あんな監督の選び方しないはずだからね。フィシュナルプレイするにはモチベーション一番重要ですもん。そうそうそう。なんで、それしない限り一時的に強くなったり、なんか選手の調子ちょうどいい時期で、なんかバーって練習したりとかするけど、安定的な成績は絶対収めらんないですよ。 で、それはね、もう、結構古いファンの人とか、冷静に見てるユナイテッドのファンの人、みんなわかってると思うんだけどね。そうじゃない一部の人とかが、誰が悪いとか、選手の誰が、天白の何がって言うんだけど、いやいや、組織だってもう、どう考えても。ファーガソンっていうカリスマに任せてた組織を、近代的にアップデートできなかったんですよ。ファーガソンがやってたことっていうのをマニュアル化しなきゃいけない。 あの、調子乗った選手弾くっていうのもそうだし、ファーガソンの場合ね、有名な逸話であの、選手獲得するときに結婚考えてる恋人いるか奥さんの話、いるかとかそういうのをまず調べたり聞くっていう。なんでかっていうと、夜遊びするから。適当にそうやってる選手は。ちゃんと恋愛してる選手はちゃんと家に帰るから、生活が整っていい選手この考え方の人絶対さ、そこのロッカールームの人間関係とかさ、そのチームとしてっていうの大事にしてたじゃん。だからファーガソンが戦術席とかそういうの言わないでも それ戦術的ってさ、ボールをその形作って繋ぐとかだけじゃないから、ファーガソンのこのチームってあの今のいい時のニューカッスルみたいにさ、全員頑張って強度バチーンみたいなチームだから、まあ今は良くないニューカッスルはね、エディハウがそれ上手いかっていうとそこをね、できてる時期とそうじゃない時でもそのまんまの流れになっちゃう人だから、エディハウがすごいっていうわけではないって僕は思うんですけど、まあちょっと話戻すと、ファーガソンはそれを、ファーガソンっていう人間で作ってたから、ああいいね、浅野さんさすが。ファーガソンのルールという、あ、もはみんなが分かってできる明確地にすることで、そうそう,そう。 だからみんなあの、元選手のカリスマ性がとか言うんだけど、あれってね、続いて一週間だと思うんですよね。どんなにすごい選手でもモラハラパラハ,パハラコーチになってされたら嫌になるでしょみんなが選手だったら。中田秀俊とかが教えに来てもさ、ね、嫌なこと言われたら嫌いになるっしょそんなやっちゃうかな人って。しっかり組織を構築するっていうリーダーって仕事をしなきゃいけないですよ。あ、そうだから今日のね、あのー、テーマにしたけど、そう、監督に一番重要なものって、あれなんですよ。才能なんですよ。 今、今、日本代表森安さんだけど、森安さんが、例えば、負傷してる選手と1対1で向き合って復帰に対してアプローチしてあげたとか、なんかそういう話とか多いじゃん。それって教えらんなくないライセンスとか。かそれってさ、やろうとしてもできない。だって、モテないやつずっとモテないみたいな、女性にずっと配慮できないみたいなさ。それと一緒でね、選手の気持ち考えられるかどうかとか、で、それを失敗とか含めて成長するのはあるけど、それってもともとさ、そこの素養があるからじゃん。人にナチュラルにひどいこと言うやつがさ、そこも頑張ろうっていう風にしててもさ、伸び率はもう、高がしれてるっていうか。 だから監督こそ、その、あ、で、あとあれ狭前言ったフィルター力。例えばサイドバックが突破された時にこのサイドバックが足を薄いから突破されたって思うだけの監督なのか、あ、これウィングがプレスバックできる状況でしてないから2対1でちゃんと守備できなかったなみたいな。僕は後者が大事だと思います。だって試合出てるってことはそのサイドバックがそのチームで一番いいサイドバックなんでしょてなとそのサイドバックのね、能力的な上限値って簡単に上がんないから、ってなると、 ね、そこをどういうやり方でその上限値の中で戦うかっていうのが重要だからね。あそうでね河合監督の,あのインタビューねこの話の中で行きやすいん、ね、でちょっとまあトスの河合監督がまあ伸びない選手使わない選手の特徴でまあミスを認めない選手みたいなそういう選手は使わないみたいなさ好き嫌いあるように見えるけどって言われてそれはその好き嫌いをはっきり好き嫌いって言ってるぐらいのがすごいいいなと思いましたね。 結局、その、成長に寄与するのが指導者の仕事で、成長しようとしない人に使う時間って無駄だな、みたいな。フィニッシュも教えられる、みたいな。そう、だから選手の、そういう、伸びようとしているところを見て、そこにアプローチするっていう姿勢で、じゃあどういう選手だとダメかっていうのをしっかり言ってるから、すごくその哲学に好感を持ちましたね。で、これを言うことは逆にね、今いる選手へのメッセージもなしね。 え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞふとこでした。バイバイ。